皆さんこんにちは。ポポリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはもっと早く指を回したいなと思うことありませんか？サックスの指を回すときに、もちろん楽器を使って練習もしていただきたいんですが、今日は楽器を置いたトレーニング法をお話ししたいと思います。指のトレーニング、今日は2つお話ししたいと思うんですが、まず1つ目です。私右利きなんですけれど、以前ですね、練習してる際に左手の動かし方がやっぱり右手に比べて鈍いなと思った時にピアニストに相談してみました。その時に教えてもらった練習方法なんですけど、まず両手を出しまして、親指から小指にかけて、番号をまず1,2,3,4,5 とつけます。左手 1,2,3,4,5 なんですけど、右手も 1,2,3,4,5 なので、両方合わせると内側から外側に向けて 1,2,3,4,5 と動かします。で、その時に、1,2,3,4,5 とまず皆さん動かしていただきたいんですけど、第二関節からこう動かすんじゃなくて、できるだけ指の付け根から動かすようなイメージを持ってみてください。なかなかサックスの場合、左手は使いますけど、親指って右手の親指は持ってるだけなんですけれど、1番親指もちゃんとしっかり付け根から動かすようなイメージで 1,2,3,4,5 と動かしてみてください。で、ただ 1,2,3,4,5 とまず動かせるようになったら、ご自身の中で、5つの番号の順番を並べ替えて、口に出して指を動かすというトレーニングをしてみていただきたいと思います。例えば、2,3,4,5,1 2,3,4,5,1 ぜひこれ皆さんも一緒にやっていただきたいんですけど、2,3,4,5,1 の順番に指を動かす練習です。あとは例えば、そうですね、1,4,3,2,5 1,4,3,2,5 というふうに自分の中で番号を決めて、順番を決めて、その通りに指を動かす。できればこれは早い方がいいです。5,1,2,4,3 5,1,2,4,3 というふうに素早く動かす、イメージで早くですね、できるだけ早く動かしていただくといいです。これもし一人でなかなかできないなという方は、誰かに順番を言ってもらって、その通りに指を動かすっていうのをやってもいいかもしれません。ちなみにこれは、サックスの指、ピアノの指、指を早く動かすっていうのとプラス、認知症予防にもなるみたいなので、ぜひぜひご家族でやってみていただけたらいいかなと思います。2つ目の練習方法をご説明いたします。机の上に軽く両手を乗せます。その際にベタッと指を置くのではなくって、楽器を持つように指を少し立てて、軽く指を曲げて置いてあげてください。そして1本ずつ親指、人差し指、中指、薬指、小指というふうに1本ずつ動かす練習をぜひしてみてください。なかなか薬指1本だけ、また中指1本だけが結構難しいかもしれません。で、その1本ずつの指が、練習できるようになったら、サックスにちょっと想定して、サックスを想定して、例えば、シからラ、左手の人差し指から中指を動かす練習。その際に、薬指や小指は一緒に中指と動いてしまってもある程度いいと思っています。それから、右手も例えばソからレを押さえるようなイメージ。この時もこんな風にバタバタ大きな動きというよりは、なるべく小さい動きですね。最初の練習はしっかり動かしていいと思うんですけど、楽器を想定した練習の時はあまりこうやってバタバタ動かすというよりは、軽くですね、浮かすぐらいのつもりで練習してあげるといい練習になると思います。いかがでしたでしょうか？次回の動画も楽しみにしていてください。この動画が参考になったよと思ってくださった方は、グッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。
動画への質問、また今後取り上げてほしい課題などございましたら、コメント欄に書き込みをお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方は、ファボリムジーク音楽教室までお問い合わせお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。